ジェットクリーントロニック2はガソリン、ディーゼルを問わず、エンジンのインジェクション、インテーク、スロットルバルブなどをクリーニングすることができる画期的なシステムです。このジェットクリーントロニック2は自動車のエンジンのクリーニングだけでなく、バン、トラック、バイク、建設機械、農業機械、ボートなど、2ストローク、4ストロークを問わず、ほぼ全てのインジェクションシステムに使用することができます。ジェットクリーントロニック2は効率の良い高いクリーニング効果でエンジンの不調やトラブルを改善します。また予防として車検などの点検の時に行うこともできます。クリーニングを開始する前に取扱説明書をよく読んで指示に従って操作してください。最初にガソリンインジェクションシステムのクリーニング方法をご紹介します。クリーニングを開始する前にガソリン燃料用のフィルターがジェットクリーントロニック2に取り付けられているかどうかを確認します。適切なフィルターがすでに取り付けられている場合にはすぐに開始できます。ここではまずフィルターの交換作業から説明します。ジェットクリーントロニック2と車両のバッテリーを付属の 12V のケーブルで接続します。燃料フィルターを外す前にクリーナータンクが空であることを確認します。ジェットクリーントロニック2に取り付けられているフィルターを外し、付属のクロージングプレートで蓋をします。フィルター内に残ったクリーナーがこぼれたり、ホコリなどの侵入を防ぐためです。この状態で燃料フィルターを開くと、システム内に残っていた150から 200ml のクリーナーがクリーナータンクに戻ります。クリーナータンクを完全に空にするために、背面にあるドレンコックからすべて抜き取る必要があります。使用済みのクリーナー容器をドレンコックにあてがい、メインスイッチをオンにして約4秒間電源を入れたままにします。クリーナーがすべて抜き取れたらドレンコックを閉じてメインスイッチをオフにして電源を切ります。付属のステッカーに必要事項を記入して新しい燃料フィルターに貼り付けます。燃料フィルターは汚れ具合に応じて毎年または300回の使用ごとに交換する必要があります。ジェットクリーントロニック2を車両に正しく接続するために車両のバッテリーに接続した 12V のケーブルを外します。次にプレッシャーレギュレーターを最小にします。多くの車両に対応できるよう様々な接続アダプターを用意しています。適切なアダプターを使用してジェットクリーントロニック2の燃料クリーニング用ホースをエンジンの燃料供給側のパイプまたはホースに接続します。リターンラインがある車両の場合、必要に応じてジェットクリーントロニック2と車両のリターンホースを接続します。リターンラインのないエンジンの場合、リターンホースの接続の必要はありません。この場合、対応する適切なアダプターを使用して、燃料タンク側の供給ホースに接続し、燃料タンクのキャップを外してホースを挿入します。コモンレールなどの直噴ディーゼルエンジンでは、高圧ポンプの手前側に供給パイプを接続する必要があります。インジェクションノズルまたはインジェクターからのリターンラインが装着されていることを確認してください。クリーナーが車両の燃料タンクに流れ込むことはありません。最初に使用する前に3リットルのプロラインジェットクリーンフュエルシステムクリーナーをジェットクリーントロニック2のクリーナータンクに入れます。全量を使用することはありませんが、クリーナーに過度の熱を持たせないため、そして作業中、クリーナーが足らなくなった場合の追加を防ぐために必要となります。予防としてのクリーニングでは約 500ml の使用をお勧めします。また、エンジンの不具合やトラブルを改善するためのクリーニングの場合には、約1リットルのクリーナーを使用することをお勧めします。クリーナー温度が高くなりすぎると、気化圧が急激に上昇するため、非常に危険な状態になります。ジェットクリーントロニック2には冷却ファンが内蔵されていますので、安全に作業を行うことができます。クリーナーの温度が50度を超えた場合、赤い警告灯が点灯し、警告音が鳴ります。この場合、すぐエンジンを停止し、ジェットクリーントロニック2のクリーナータンクにクリーナーを補充してください。青色の警告灯が点灯して警告音が鳴った場合、クリーナータンクがほとんど空の状態です。車両のインジェクションシステムが空気を吸い込む前にエンジンを停止してください。ホース、アダプターなどすべて接続できていることを確認後、車両のバッテリーに電源ケーブルを接続します。次にジェットクリーントロニック2のメインスイッチをオンにして電源を入れます。プレッシャーレギュレーターを操作して接続している車両に適切なインジェクション圧力を設定します。インジェクションの圧力を設定したらエンジンを始動します。
次に、すべてのホースやアダプターなどの接続部に漏れがないか確認します。問題がある場合には、すぐにエンジンを停止して漏れのないよう接続をやり直してください。クリーニングの時間は汚れ具合によります。設定したクリーナーの使用量を使い終わったら、クリーニングを終了します。クリーニングが終了したり中断したりする場合には、エンジンを停止し、ジェットクリントロニック2のメインスイッチをオフにして電源を切ってください。ジェットクリントロニック2のプレッシャーレギュレーターの圧力は、ほとんどの車両の場合、エンジンを停止すると圧力が自然に低下して0バールになります。圧力が下がらない場合には、プレッシャーレギュレーターの調整ノズルを右に止まるまで回して、圧力を0にしてからパイプを外してください。クリーニング終了後、ホース内部に残っているクリーナーを排出させるため、車両に取り付けた燃料供給パイプを外し、カプラーをオープンアダプターに接続して、空のクリーナー容器に差し込みます。ジェットクリントロニック2のメインスイッチをオンにして電源を入れます。タンクが空になり、ポンプが空気を吸い始めてから、約10秒間オンの状態のままにして、その後、スイッチをオフにしてホースを外します。次に本体の後ろ側にあるドレインコックを使用してタンクを空にします。抜き取ったクリーナーは次回のクリーニング用として再利用できます。ジェットクリントロニック2を1週間以上使用しない場合、燃料フィルターの状況によってはクリーニングタンク内部をクリーニングする必要があります。車両のクリーニングが完了したら、ホースやアダプターを元の通りに接続して漏れがないか確認します。最後に試乗してエンジンの調子を確認します。必要に応じてエラーをリセットすることをお勧めします。ジェットクリントロニック2は燃料システムのクリーニングだけでなく、インテークシステムも素早く効率的にクリーニングすることができます。あらゆるエンジンタイプに対応できるように、ゴム製のテーパー、ピン、ルアーアダプター、パイプ、カップリングが付属されています。ターボチャージャーのないエンジンの場合、付属されているアダプターをスロットルバルブのできるだけ近くに取り付けることをお勧めします。また、ターボチャージャーが付いているエンジンの場合は、付属されているゴムテーパーの取り付けをお勧めします。インテークマニホールドの圧力センサーを取り外し、圧力センサーの開口部の直径に応じて適したゴムテーパーを使用して接続します。スパイラルホースをアダプターのホースカップリングに接続します。インテークシステムのクリーニングをする場合、エンジンタイプに応じてプロラインシリーズのジェットクリーンガソリンシステムクリーナーまたはディーゼルインテークシステムクリーナーをジェットクリーントロニック2のインテーククリーナータンクに 300ml 入れます。通常のエンジンでは負圧によってクリーナーを吸い込みますが、エンジンによってはプレッシャーをかける必要があります。その場合のため圧縮エアが接続できるジェットクリーントロニック2 TDASR をオプションとしてご用意しています。インテークシステムをクリーニングする場合には電源を必要としません。エンジンを始動します。インテークシステムのクリーニングアダプターを調整することで、インテークマニホールドの負圧の調整をすることができます。ボールバルブを開くと、インテークマニホールドの負圧に応じてクリーナーが吸い込まれます。クリーナーの量はスパイラルホースのスロットルを回して調整します。クリーナーがスパイラルホースに流れるスピードが1秒から2秒で1回転する程度になるよう調整してください。スパイラルホース内に空気がなく流れる量が見えない場合には、スパイラルホースをスロットルから一旦外して再度接続してください。次にエンジン側の接続部に漏れなどないか確認してください。クリーニング中はエンジン回転数をおおよそ2000回転に保ってください。アクセルペダルロックを使用すれば一人でも簡単に作業ができますのでおすすめです。スパイラルホースのボールバルブを閉じると、いつでもクリーニングを中断またはキャンセルすることができます。インテークシステムのクリーニング中にエンジン速度が急激に上昇したり、3500回転を超えるような場合には、すぐにスパイラルホースのボールバルブを閉じてエンジンを停止してください。インテーククリーナータンクに入っているクリーナーがなくなると、クリーニングは終了です。必要に応じてアクセルペダルロックを取り外し、エンジンを停止します。次に圧縮エアホースと TDASR をジェットクリントロニック2から取り外して車両のパイプ類を元の状態に戻します。ジェットクリントロニック2のタンクにクリーナーが残っている場合は全て抜き取り空にします。抜き取ったクリーナーは次回のクリーニング用として再利用できます。ジェットクリントロニック2を1週間以上使用しない場合、
燃料フィルターの状況によってはクリーニングタンク内部をクリーニングする必要があります。車両のクリーニングが完了したら、ホースやアダプターを元の通りに接続して漏れがないか確認します。ジェットクリントロニック2はインジェクションシステムとインテークシステムの両方を分解せず短時間で効率よくクリーニングできるプロフェッショナル向けの画期的なシステムです。